はい、それでは今日は苗の選別を、定植前の苗の選別を、ちょっとやっていきたいと思います。やっぱり苗もいいものから悪いものまでいろんなものができてくるので、その中でもより良い苗を植えていきたいと思います。でまずはこれ、いい、これはもう完璧にいい苗、2枚同じ場所から2枚こういって、軸もしっかりしていて、これはいい苗、こういう苗を植えていきましょう。で例えばこれ、このね、こういうこの苗も一見良さそうに見えるんだけど、ここの最初の葉っぱがこうもう段地で出ちゃってるので、こういうのもこういうのは なるべく避けていきたい。ただ苗が足らないんだったら、まあなんとか植えても大丈夫かなっていうレベル。そしてこれ、これね、もう姿見的には悪くないんだけど、明らかに細いので、これと一緒に植えたらもうなんつうのかな、遅れてってしまう。で華奢なので、やっぱりこうしっかりした苗を植えていきたい。でじゃあどうしてもダメなやつとか、これとこれなんかも、これはもう絶対避けなければならない。これは奇形の、もう葉っぱがこうおかしくなっちゃって、これ奇形の苗。ここも葉っぱのなんか、ここもなんかおかしい。こういう奇形な苗、こうやってこっちの葉っぱは小さくて、こっちの葉っぱはなんかこんなになっちゃってて、こういう苗は植えても途中で芯止まりとか奇形になりやすい、より奇形になっていくので、これはもう避ける、植えちゃダメで、まあこれでね、悩みどころ、これは2枚葉っつって、最初の葉っぱは2枚一緒に出ていいんだけど、その3枚目の葉っぱからはだん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 っていう風に出ていかなきゃいけないんだけど、これはもうと3枚目も2枚一緒に出てしまっているっていう苗で、これはダメです。でもどうしても足らないんだったら、これを最後に入れちゃうしかないんだけど、まあまあまあこれはダメ。これ3枚葉、これはもうこれも奇形の一種、最初からもう3枚一緒に葉っぱが出ちゃうから、これはもう避ける、これも避ける。なんで取ったんだっけな、これもやっぱ細い、こいつと一緒ですね。こいつは何だっけな、あ、こいつは団地。これはやっぱり3枚。これね、よく見るとね、やっぱりこういう苗ってね、よく観察するとね、あったりするんですよ。これは奇形、葉っぱがおかしい。なんか変、葉っぱが変、もうだからこれもう植えない。こんな感じかな。これはもう、ここにも反転があるけど、まあこれよりはやっぱりこう姿見でまずいい苗を、こんな感じかな。一番適してる苗で、まあこれ適してないんだけど、どうしようもなければこういう順番に、まあもうここいらは植えない、こういう苗だったらもう植えない方がいい。最悪こう2枚葉までかな、植えられても。ただやっぱりよりこういういい苗ばっかり植えたいので、苗は定植する予定よりたくさん作って、例えば 1.2 倍ぐらい作って、そこからより選抜して、いい苗を植えられるように、苗はちょっと多めにたくさん作りましょう。苗選び以上です。